はい今回の動画はエクセルで一瞬で画面をスクロールさせるテクニックをご紹介してみたいと思います。でどういったことかというとエクセルで例えばですけど縦にすごく長い表があった時に一番上のところからですね一番下にですね画面をスクロールさせたいといった時にもちろんねマウスのスクロールボタンでねこうスクロールして画面をね下に下がっていってもいいんですけどもすごくね画面がですね長い場合はですねこのマウスのスクロールボタンでスクロールするのは少し面倒です。 そんな時にこの画面のスクロールをですね一瞬でですね一番下までとかね一番上までとか持っていくことができますんでそのやり方をご紹介します。 それではまずはじゃあ一番下までね画面をスクロールしたいといった場合はですねまあどこかねまずはセルを選択をしてもらってその選択したセルのこの下の線のところですねこちらにねマウスのポインタを持ってってくださいそうするとマウスのポインターがねこういうね白いですね十字からですねこういった矢印の十字に切り替わりますんでこの状態でこちらのね線の上をダブルクリックしますはいそうすると今見てもらって分かるようにですねこの表の一番下のセルのところにですね一発でスクロールすることができました で逆にね一番上のですねセルのところにですねスクロールさせたいということであればまあこちらのねセルを選択をした状態で今度は選択したセルの上の線のところですねこちらにマウスのポイントを持ってってもらって同じくダブルクリックします。はいそうすると今度はですね一番上のセルのところにですね一瞬でスクロールすることができました。 でこれはですね上下だけではなくて左右もできますんで例えば一番右側のですねセルに移動したいということであれば今度はねこの右端のですね線の上でマウスをダブルクリックすると一番、ね、右のセルに移動しますし、まあ、左も一緒ですね左端の線の上でダブルクリックしてあげると一番左端のセルにですね一瞬で移動することができます。 はい。といったことで、今回の動画では、Excel で一瞬でね、スクロールするテクニックをご紹介しましたけども、例えばこの画面上に収まりきらないような大きな表でね、こう画面をスクロールしたいといった時に使ってもらうと便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。